厳選ニュース、海外の反応、国内の声をお届けします。動画の最後に予備チャンネルのご案内がございます。ぜひそこまでご覧ください。よろしくお願いします。支持率回復、韓国最新世論調査。ムンジェイン大統領が誇らしい。韓国国民の 60% がムン大統領の国政運営方向に同意すると回答。支持率も 50% を突破。韓国国民の 60% はムンジェイン大統領の国政運営の方向に同意することが分かった。ただ、少なくとも 32% はムン大統領が政策執行方法だけは変えなければならないと指摘した。韓国の4つの世論調査機関が合同で、今月20から22日、全国18歳以上の1001人を対象に行った世論調査によると、ムン大統領の国政運営について、方向には同意するが、政策執行方法は変えるべき、という回答は 32% と集計された。ムンジェイン大統領の支持率は、再び 50% 台を突破した。サラン第一教会のチョングアムフン牧師の集会とコロナ19の拡散に対する反発心理による結果とみられる。ムン大統領の国政運営を肯定的に評価した回答は計 51% に達した。これは2週間前の調査時より3ポイント上昇した水準だ。否定的な評価は4ポイント下がった 42% だった。地域別では全羅道の肯定的な評価が 79% と最も高く集計された。ガンウォンド・チェジュ道 56%、 テジョン・セジョン・チュンチョン道 51%、 インチョン・キョンギ道 50%、 ソウルおよびプサン、ウルサン、慶尚南道 48% でも、肯定評価が上回った。否定的な評価が高い地域は、テグ、キョンサンプク道だけだった。年齢別には、18歳から50代までは、肯定的な評価が高く、60代から70歳以上は、否定的な評価が高かった。以上、ネットの情報。以下、韓国ネットの声。ムンジェイン大統領様、尊敬して愛しています。歴史上ムン大統領より立派な政治家は過去にはいなかったし、今後もいないだろう。真の大統領になることを神様に祈ろう。大韓民国万歳、キリスト教万歳。こんなに運が悪くて苦労する大統領は初めてだ。経済を破綻させた朴槿惠大統領の後を継いで当選し、歴史上類を見ない伝染病発病に類例のない洪水まで全世界が共通して経験している災難でもあるが、ムン大統領はあまりにも苦労しているようで残念だ。ムンジェイン大統領様、ただ国民だけに仕えながら働いてください。最後まで支持します。ムン大統領の政治哲学を強力に支持します。大統領を支持します。元気で頑張ってください。大統領を応援します。ムンジェイン大統領様、いつもいつも支持して応援します。過去ムンジェイン大統領のように国民を愛して仕える大統領がいただろうか。心から尊敬し愛する心がおのずと生まれる。積極的に同意します。こんなに大変な時局にムンジェイン大統領様じゃなかったらどうだったのかと考えただけでも怖いです。20年後、韓国は真の国に生まれ変わり、世界一の国になり、土着の倭寇は消えるだろう。誰が本気で支持しているの。やはり捜査政府らしいね。こいつが嘘をつくのは日常茶飯事だ。病院に行ってみろ。
深刻な人格障害者だと診断される。支持率 60% なんてどこから出てくるんだ。私の周りの人はみんな反対しているのに。左派政権、無能な狂った政府、分際人が国を滅ぼす。全世界がコロナと、それによる経済的困難、自然災害の困難を経験している。この時期に文大統領がこれだけ成し遂げたのも立派です。正しい大韓民国と一つになった結果です。正しい韓国国民だけを見つめ、最後まで一歩一歩力強く前進してください。昔から国難に強かった大韓民国、誇らしい韓民族です。以上、韓国ネットの声。以下、日本国内ネットの声。なんや来たと変わらん米ばっかりやな。もう赤く染まってるんやね。完全に北に乗っ取られてますな。日本も他人事ではないが、野党のやつら調べれば調べるほど北朝鮮スパイやし、そんなだったら議席180がないから韓国でモン災害があって、言ってるのは一部だけ、とっくに赤パヨ民国で末期状態。まあこの世論調査は3日もかけた4社合同と言いながら、サンプル数が1001と少なく、かなり調査対象を絞ったか結果を選別したんだろうな。左派の人間ばかり対象にすればそりゃ上がるよ。さすがはバリバリの左派政権、完全に支持率操作しとるだろ。多分選挙不正も堂々とやる。もうあり地獄だな。そんなわけないだろ。あの選挙に不正があったとしても180議席は行き過ぎだ。若者世代が軽貿易成功だとか、ノージャパン成功、国産化成功と叫んでいただろ。これがまさに人畜の豚か。ムンムンがお似合いだよ。今までで一番似合ってるよな。大統領の任期が終われば逮捕される国、軍は何もしなければおそらく懲役100年は行きそう。そうなる前に自分の都合のいい法改正とかやるだろうな。ムンちゃん、今度は学習して逮捕されないように法改正するらしいよ。韓国民はみんな従順だな。というか大統領に様付けするの引くわ。そういう連中はかえって裏切りやすいものだろ。韓国やばいな。普通こういうのは支持する人でも不満はあるが、よくやってる方だと思うって感じなのに、韓国の支持者は新興宗教の教祖のように信仰してる。それか完全なネット操作と支持率操作、どっちにしろやばい。支持率下がっても反日で爆上げだからな。韓国人の操作は簡単でいいな。ムンはマスコミの利用法を心得ているよな。多分数字やアンケート方法はインチキだと思うけどね。政策全般を高評価してるやつなんて俺の周囲にはおらんのに。支持率高いな。ほんまかいな。って首かしげてるやつがほとんどだと思う。しかし左派も保守派も反日が気持ちいいのは同じなんで、絶対おかしいかどうかわからないんだろ。なんとも間抜けな構図だよ。麻薬中毒と同じだからな。反日での支持率上げ、国がボロボロになっても反日効果で思考停止、そのおかげで痛みも消えるからな。そうでもないよ。韓国の街角でインタビューしたら、どちらでもないという意見を不支持に回しても支持が4割より下回ったことはないというよ。ネットに反ムンの意見を書いてる。チキンや手前の中年世代と違って若者層は仕事がないのに、ムンちゃん支持、世論調査、すべて捏造ってのがすごいし、騙され続ける国民も
大したもんだ。選挙すらも捏造されてるとか、もう笑えないだろ。日本人的には都合がいい。日本も韓国と全く同じで。笑えないんだけどな。安倍とその信者、支持者の構図なんて、向こうと全く同じだし、はっきり言って日本人は、韓国人の民度を笑えない。同じかそれ以下だから。日本人は、民主党時代の悪夢を忘れてないよ。安倍政権が支持されるのは、安倍さんがきちんと、仕事してくれてるからだよ。安倍さんの半島の扱いにも、日本人は満足してる。このまま半島と断交して、在日を繰り返してほしいと、熱望している。何もかも嘘にまみれた国、すぐにわかることだけど、ジーソミアの覇気も口だけ。惨めな韓国人。この先いくつもの企業が、韓国から撤退するんだろうが、韓国人の望み通りでよかったね。自然災害は、悪政への天罰らしいから、日本のネトウヨはムン大統領を熱烈支持しています。日韓断交を実現させてくれそうなお方だし、そりゃあ日本人は、すごく期待してるよ。支持率回復したの？日韓双方にウィンウィンじゃん。韓国の現状は、左派固定層が、かなり熱いと思うんだよな。不正選挙も噂されてるけど、実態は不明だしね。だいたい右も左も、嘘をつくのが韓国人だから、左右関係なく当てにならない。そしてムンジェインの後は、イジェミョンが最有力らしいから、そうなら、日韓断交の未来は明るい。左右関係なく反日だし、若い人ほど反日でしょ。ノージャパンで主な対象になったのはユニクロとかビール。あの見えっ張りの韓国人の年寄りがユニクロの安い服を着て若者みたいにビールをガブガブ飲むかよ。その後行われた調査でもノージャパンに積極的に参加していたのは韓国人の若者世代でしたね。韓国文化は日本文化を超えたって、韓国の若者世代は言ってるからね。ムンを支持したのは、反日教育を強く受けた若者層。年寄りの洋日を親日行為、赤弊だと判断し、不術層で年寄り世代に押さえつけられて、貧乏な暮らしを強いられていると、感じている若者層。口先だけでも、日本に強い態度をとったり、日本絡みの国産化ニュースですぐにムンを支持するよ。以上、日本国内ネットの声。この度、当チャンネルが何らかの都合で閉鎖に至った場合の予備チャンネル、海外の反応ファイトジャパンを作成しました。現在、当チャンネルを登録していただいている視聴者様には、予備チャンネルにもぜひチャンネル登録していただきますようお願いします。ご登録があれば毎日の場合でも引き続き投稿動画をお楽しみいただけます。具体的には1パソコンでご視聴の場合は動画画面下のもっと見るをタップしてください。2スマホの場合は動画画面下の動画タイトルをタップしてください。3タップすると関連チャンネル海外の反応ファイトジャパンという文言の下に URL が表示されますからそこをタップしてください。4チャンネルページに入りますのでチャンネル登録をお願いします。5新チャンネルの動画をご覧いただきますとこの間の経緯を簡単に申し上げています。これもぜひご視聴いただきたくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたか？この動画の情報や内容にご共感いただける方、今後の動画をご期待いただける方は、
画面右下のグッドマークをクリックしていただきますようお願いします。また、一言でもコメントをいただけたらありがたく存じます。ただ、ヘイトとみなされる文言は YouTube からブロックされますのでご注意ください。最後に、チャンネル登録と通知音をお願いします。チャンネル登録していただきますと、登録済みの横にベルマークが表示されます。そのベルマークをクリックすると通知音になります。これでこのチャンネルが新しく動画投稿したとき、その情報がすぐにご連絡できます。どうぞよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。次の動画もぜひご覧ください。画面左はこのチャンネルでご覧いただきたい動画です。クリックしていただくとご覧いただけます。画面右はこのチャンネルの最新動画です。もしご視聴がまだでしたらぜひご覧ください。